マドリード列車爆破テロ事件は2004年3月11日にスペインの首都マドリードで発生した爆弾テロ。191人が死亡、2000人以上が負傷した。2001年9月11日のアメリカ同時多発テロ事件と並び、日付から3.11事件と、さらにスペインでは 11M と呼称されることがある。犠牲者を記憶するために設けられたプレート。 以下は、プレート内の文、及びわけである。原文、エンメモリアデラス・ビクティマス・デロース・アトンタードス・デル11、デ・マルゾ・デ2004区・フエロント・ラス・ラ・ダーダズ、アル・ホスピタル・デ・カンパーニャク・セ・スタブリシオ・イエネ・エスタ、インスタラシオン・デ・パーティー・バ・ミューニシパル・ダイズ・ワイ・ベラルデ、コモ・ムエストラ・デ・ソリダーリ・ダッド・デ・ロース・シュダ・ダノス・デ、マドリード。YEN、オグラ・デシミエント・アル・カラ・ヘワイ。 ジェネラセダッド・デトドス・ロース・セルビシオス・ワイ・ペルソナズク・アクジレニ・イエヌス・サクロ。日本語訳。このプレートは、マドリードの市民が、2004年3月11日、攻撃を受け、ここ市民スポーツセンターに設けられた、野戦病院に搬送された人々を記憶するための、ものである。そして、被害者を助けたすべての人々の勇気と寛大に、大して感謝するものである。 追悼を捧げる、ろうそく2004年3月11日の早朝、スペインマドリード市内のセルカニーアスのアトーチャ駅など3つの駅で大規模な爆発が起こった。アトーチャ駅に入ろうとした電車で1回目の大きな爆発。その1分以内に同じ列車で2つの爆発が起こった。それとちょうど時を同じくして、マドリード市内にあるエルポソ駅に停車中の電車で2つ。 サンタ・エウヘニア駅では一つの爆発で客車が破壊された。そして7時39分にマドリッドの中央駅、アトーチャ駅から500メートルの地点で他の列車で4つの爆発が起こった。合計で10回の爆発である。列車の車内に仕掛けられた次元爆弾によるものとみられている。 狙われた車両はすべてアルカラデー・エナーレスとマドリードのアトーチャ駅を結ぶ路線の同じ方向の列車だった。駅の建物や列車が激しく損壊、通勤ラッシュの時間帯のため被害は拡大し、191人が死亡、2000人以上が負傷する大惨事となった。事件の当初は、スペインから分離独立を目指して、紛争を続ける。 バスク祖国と自由による犯行かと疑われた。しかし、ETA はすぐに関与を否定する声明を出し、警察も早い段階で ETA の事件との関連は薄いと判断した。犯行後、アブ・ハフス・アルマスリー準教旅団と称するイスラーム過激派系のテロリストグループが、ロンドンのアラブ系有力詩に犯行声明を出した。死の部隊が、 欧州の深部に浸透し、十字軍の柱の一つである、スペインを攻撃し通打を与えることに成功した。明日ナあるよ。米国はどこだ誰がお前を我々から守ってくれるのか英国、日本、イタリア、その他の協力者かなどと、電子メールを使って送ってきた。警察当局は13日、実行犯とする。 モロッコ人3人とインド人2人を逮捕したと発表した。しかし、実際に刑が確定されたのは、その後大量に逮捕された容疑者の中で16歳のアラブ系少年だけである。その後、テロに関与したとされる28被告の後半が2007年10月31日にあり、21被告に有罪判決が下され、特に主犯格のモロッコ人。 ジャマルゾガ村に被告には約4万年の禁錮刑という非常に長い刑期が言い渡された。スペイン史上最悪のテロ事件ではあるが、スペインには死刑や終身刑の制度がないため、このような判決になったと思われる。しかし、制度上、実際の刑期は40年程度に止まるものと見られている。1996年から政権の座にあった。 国民党のホセマリア・アスナール政権は、アメリカ合衆国への同調を理由として、イラク戦争への参加を計画当初から決定しており、数百名の兵士をイラクに派遣していた。スペイン国内では、イラク派兵を決めた、アスナール政権への批判が集中、撤兵を求める市民のデモが相次いだ。野党も合わせて、政権を攻撃、折り石も、 総選挙の3日前に起きた事件のため、選挙結果に直接の影響を与えた。選挙の結果を受けて、国民党のアスナール政権は退陣し、スペイン社会労働党のホセルイス・ロドリゲス・サパテロ政権が誕生した。新政権は成立直後に、イラクからの撤兵を決定し、4月18日から5月までに撤退がすべて完了した。スペインは同時に、 有志連合から離脱し、アメリカなどはテロに屈したと非難した。フィリピンなども、その後、テロの関連から撤退を早めたり、数ヶ月で計6カ国が離脱する結果となったことは、テロが国家に対して影響力を持つことを明らかにした。当初スペイン当局は、 ETA による犯行と表明し、それに追従した形で、アメリカ政府も ETA によるテロだと断定、スペインのテロとの戦いへの支持を表明したが、アルカイダによる犯行が明らかになっていくにつれ、CIA がアルカイダの犯行であると断言した。総選挙は、テロ3日後の3月14日であった。前日までは、マスコミや、 国民の間でも ETA によるテロだという話が流れていたが、選挙当日の14日朝になり、アルカアイダによるものだと発表された。それとともに、TB でもアスナール首相が、ジョージ・ W ・ブッシュアメリカ大統領と握手をしている、前年の会見模様が報じられ、一気に、野党の社会労働党政権が有利となった、形である。スペイン国内では、アスナール政権が、 ETA による犯行説をデ造したという疑惑が選挙後も根強く残りサパテロ首相はテロ事件の真相解明に取り組むとして調査委員会を設置した。これに対して野党はテロ事件に関係のないサパテロ首相も調査委員会の聴聞を受けるべきだという追及をした。ありがとうございます。